アンヘル・ハビエル・アリスメンデデ,デ・ルーカスは、スペイン・マドリード出身の元同国代表サッカー、選手。ポジションは FW、MFSB として起用されたこともある。2004年にアトレティコ・マドリードでデビューし、2004から05シーズンは、ラシン・サンタンデールへ、レンタル移籍した。2005から06シーズンはアトレティコに復帰したが、出場機会が少なく、 デポルティーボ・ラ・コルーニャに完全移籍した。デビュー時よりその才能を高く評価されており、デポルティーボは高額の移籍金と背番号10を用意し、司令塔フアンカルロス・バレロンが怪我で、長期欠場、エースストライカー不在というチーム状況下で、センターフォワード、トップした左右のサイドアタッカーに対応し、シーズンを通して活躍した。2006年11月に、 スペイン代表に初招集され、2007年2月に代表で1キャップを記録している。2007年6月にバレンシア CF へ移籍した。2008年セグンダ・ディビジオンに降格したレアル・サラゴサへ移籍した。38試合に出場して9得点を挙げ、1年でのプリメーラ・ディビジオン昇格に貢献した。2009から10シーズンは32試合で6得点を決めた。 2010年6月30日、レアルサラゴサとの契約満了によりヘタフェ CF と6年契約を結んだ。ありがとうございます。